石見店長のこれ本当ねいよいよ第2回目、ね、好評につきだよな。でも、うん、まだ1個だけ認めたのは、うん、そうそうそう、まだ疑惑はね。通販で話題のベルフィーナフライパン、ブルーダイヤ4層構造だから焦げてしまったカレーも水を入れるだけでつるん、油を使わずに卵焼きもこれがブルーダイヤ4層構造、ベルフィーナフライパン、ビッグワンへ。はい、というわけで今見ていただいた VTR、 あのフライパンがこれなんですけど、はい、どうみんな見て、絶対信じる。だってなんか卵焼きがなんかカーペットみたいなふわって、あのパターン、あのパターン、もう3回ぐらい違う通販で私騙されてるんですよ。本当に、なんか目玉焼きもふって取れないみたいな全然いや、今日さ、ちょっとさ、見てもらおうかなと思って、うん、再現しますよ。テルノさんはよく、あの、うん、ドラマ、韓流ドラマ見すぎて、うん、ずっと鍋とか焦がすタイプ。出た、あ、出た、はい、私はもう調子、だからすぐ捨てて、すぐ捨てて鍋焦げたらすぐ捨てて、はい、立ち見て、ひんかって鍋ごとね、鍋ごと捨てて、鍋ごと、鍋ごと捨てるの、捨てないよ今日ね、あの、はい、皆さんに紹介するフライパンだけど、ちょっと持ってみて。え、軽いでしょ。え、うん、え、いやいやいや、え本当に軽い。そう、今までのね、重かったんだ、本当に息が、今までの本当にコーティングにこだわってて、うん、多分あの焦げ付かないの売りのやつは、うん、重かったの、全体的に、うん、多分コーティングが太すぎて、ね、すごい、うんうん、すごい、おのおの喋るから聞こえたの、はい、はい、あの VTR のような、うん、画面をね、場面をちょっとね、やってみようかな、ね、ちょっと行ってくるからね、はい、行ってらっしゃい。ビッグワンの買ったことがまだないので、あ、確かにちょっと楽しみですね。あ、楽しみ。じゃあちょっと石峰店長待っておきましょう絶対できないと思う。石峰店長のこれ本当ね。なんかさ、匂いがなんかそう、やばいね、焦げた匂いがどんどんしてきたんで、なんか石見店長が近づいてるきてる感じがするけど、恋に恋に恋に、ちょっと見てくれる、これすごい、すごいでしょ、え、こんなに焦がさんよね、テクノさんでもね、私あの恋に焦がれたことあるんですか、さすが、さすが、すごい、ね、うん、だけ焦がしたら、うん、俺絶対怒られるわけよ、あんたフライパン買ってきて、絶対、うん、怒られる、これを、うんうん、皆さん VTR 見たでしょ、はい、VTR、うん、どんなしよった、これ水に、うん、水入れて浮かして、うんうん、投げた、ひんであげた、いや、ね、水だけでそんな力って、すごい水使ってるってこと、そうだけど、そういうこと、え、う、普通の水道の水を再現します。これ失敗したらどうするんですか、これ落ちちゃうかな、じゃあいくよ、ちょっとね、水をさ、このところに水をパーッと入れて、そうするとさ、これがよ、浮いてくるんですよね。え、ちょっとドキドキしてるんじゃないですか、もうちょっと、これ、うん、あ、浮いてこないです、あちちにしたら浮くじゃない、じゃあちょっと火を通して、いい、リアルでいいんじゃないですか、これ、これ、ぶついてるじゃん、どこだ、あ、あ、できた、できた、すごい、やっぱりちょっとよ、あの、冷えるとダメなんですかね、あちらしてから、こういう感じで、え、水だけで、水だけでやる、こんなことってあるの？あるんですよ。ほら浮いてきてる。え？ほら、うわ、すごい。感じで。綺麗にね、取れてる。そうそうそう。本当ですよ。これさ、ちょっとね。ちょっとヒヤッとしましたけど。僕もヒヤッとしたんですね。やっぱりあの、いいね、そうそう、こういう感じで。なるほどね。やっぱちょっと、ちょっともう綺麗。すごい綺麗よ、ほら見て、だからこれちょっと焦げるでしょ、うん、焦げちゃったらもうずっとこうカブカブってこう、うん、くっついてもらうから、うん、ちょっと温かいうちにね、うん、水を入れて、そうそうそうしたらすぐ落ちちゃうから、すごい、いや生で見たの初めて、これ、これだけじゃないのよ、 VTR 見たでしょ、見たよ、もう一つあったよね、あのね、卵ありえないと思います、空飛ぶ卵焼き、空飛ぶね、そう、うん、いやいや、なんでさっきなんか大きいあの扇風機隠してましたよ、スタッフがものすごい空気当てていやいやいや、これがね、油も使わないで卵焼きを焼いて、うん、ふっと、ちょっとこれを今からね、見せたいと思いますけど、大丈夫、
いっちゃうよ。石峰店長のこれ本当ね。これ結構難しいと思う。難しいよな、うんうん、でそれも、うん、なんとこれちょっとやってんだけど、油敷いてないからね、うん、敷かなくて大丈夫、敷かないでこの卵焼きをやります、うん、さあちょっと、見てよ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 、あ、いい音鳴った、おー、こうやってね、普通ですよ、この後くっつくんですよ、この料理もお上手ですね、うん、僕好き、豆腐チャンプルーが大好き、食べるのね、行ってみようか、ここでできたらいいけどね、失敗したらどうしよう、ごめん、ごめんからな、いきますよ、うん、うわすごいでしょ、読めました今、すごい、これがベルフィーナのフライパンです、普通エンボス加工なんですけど、これじゃなくてこうちょっと花模様があるんで、それがさ、ちゃんとこびりつきにくいっていうね、ちゃんと考えられて、考えられてるわけ、今日これやったんだけど、うん、ある、いやーもうつけか、いやまだまだでも怪しいビッグアの商品ありますから、まだまだあるんかい、継承してほしいなとか、もっと主婦の意見でこうやってほしいなとかいう意見が、うん、ビッグアの商品だったら面白い、最高、面白い、それで最高、じゃあまあこれからどんどんね、うん、いっぱいあるからな、うん、うん、それをどんどんじゃあ皆さんと一緒に検証して、はい、まあ、言いたいことをどんどん言って、はい、ちょっと違うだろうとかな、いい商品がね生まれて、はい、ちょっとあの最初、うん、とちょっと違うのが石峰店長見る目がキラキラしてるのかな、慣れ始めてないよね、これ始めてるのさん、これからも楽しみ、はい、というわけで、ね、今日ありがとうございました、はい、じゃあ今日も大成功ですからね、はい、はい、じゃあタイトルコールいきましょうか、はい、はい、石峰店長のこれ本当ね、今日も大成功、石峰店長のこれ